さあ次の方は難波賢治のふるさと北海道十勝阿蘇の出身の松山千春さんです。同じ十勝出身の難波賢治は十勝観光大使で北海道観光大使でもあります。さあお送りしましょう。北海道が生んだ大スター松山千春さんに似たこの方の登場です。どうぞ。最近あまり調子良くない。